こんにちは、ヤスクイーンチャンネルです。ビデオを見ていただいてありがとうございます。今日は日本でレズビアンカップルが公共の場でこう愛情表現をどうするのかということに関してお話ししていきたいと思います。で、 YouTube をやっているといろいろな方からのコメントが来て、こうすごく学ばせていただけることも多いですし、あ、こういう考え方もあるんだって、こういつも嬉しくコメント読ませていただいています。そして質問があると、質問っていうのもすごく嬉しくって、こう私たち その生活にこう興味を抱いていただいてるんだなと思うとすごく嬉しいです。いつもありがとうございます。ということでですね、今日はその中から一つ質問に答えたいと思います。でですね、質問はその日本で私が私の彼女と手をつなげますかっていう質問がありました。でですね、その質問にまあ答えようと思った時に、まあ、でもそれだけじゃなくてどういうことに答えられるかなって考えた時に、じゃあそしたら英語では PDA って言って Public Display of Affection って言って、公共の場での愛情表現っていう言葉があるんですけど、まあ、そういったその公共の場で日本のレズビアンカップルってこう愛情表現どうできるのかなと思って考えたことをもお話ししたいと思います。はい、ということでまず質問にお答えをすると、私は、はい、公共の場でも手をつないで歩いてます。はい、でそうですね、なんかでハグとかもします。ギューってこうしたりもします。あとでもキスとかはそんなに公共の場ではしないですね。こう公共の場ってことになっちゃうと、やっぱり夜のあんまり人がいない時とか、お手洗いとかでこうお化粧直ししてる時に他に人がいないとこうスッてやったりとか、それぐらいです。はい、でまあ、はい、手はつなげますよっていうのがまず答えになります。で、まあ日本全般になると、やっぱり日本ってこう欧米とかラテンとか海外の文化に比べると、やっぱりこうシャイだとかあんまり感情表現をしないっていうことがあると思うんですよ。で、実際そうだなと思っているので、そのまあもともと海外のいくつかの文化に比べると、まあ感情表現も小さいってことは、公共の場での愛情表現も小さいなって思います。それはこうレズビアンカップルに限らず、どのようなカップルでもあんまりその公共でこう愛情表現っていうのは見ないなっていうのを感じます。で、それはもちろんどちらがいい悪いかっていうことではなくて、まあ、どちらにもいい面もあれば悪い面もあるので、まあ、私としてはまあ本当に好きな人からの愛情表現だったら何でもウェルカムって感じです。はい、で、日本人は全般的にシャイだよね、だから公共の場での愛情表現も少ないよねと思うんですけど、レズビアンカップルにとっては日本って、まあ、愛情表現なんかしやすい国でもあるのかなとも私は思ったりもします。で、なんでだろう、なんでそう思うのかなってことを考えた時に、まあ、大きく3つ理由があるかなって思いました。で、1つ目は日本って女性同士のこう友情関係のなんか密度が濃いなと思っていて、例えば学生同士とかだと特になんかすごく手をつなぐのが当たり前だったり、学生じゃなくなってもこう腕を組んで歩く女性とかって結構見るなと思ってます。で、そういう方たちってまあ、あくまでも友情、本当に恋愛感情とか一切なくって、こう友情としてこう手をつないだりとか腕を組んだりとかしてるのを見るので、なんかレズビアンカップル同士が手をつないで歩いてても多分友情の一種として見られるんだろうなと思います。で、これはもうレズビアンカップルに限った話になってしまうなと思うのが、男性同士の友情でこう手をつないで歩いたりとか腕を組んで歩くっていうのはあまり見ないので、だからそのやっぱり女性同士の友情で手をつないで歩くとかが当たり前な環境だからこそ、なんかレズビアンカップルも、まあ、カモフラージュじゃないですけど、まあ、友情の一環としてこう手をつなぎやすいのかなって思います。はい、でもなんか、まあ、私がちょっと声を大にして言いたいのは、私が私の彼女と手をつないで歩くときはカモフラージュとかそういうこと考えてるんじゃなくって、あくまでも最愛の人、もう本当に世界で一番美しい人と一緒にいることができて、私はもう超絶ハッピー、超絶美しい人と一緒にいられてとってもハッピーっていうか、素晴らしい人と一緒にいられてとってもハッピーだから、もうその最愛の女性と最高の形で一緒にいる瞬間を楽しみたい。はい、もうメロメロだし好きだし一緒にいられる瞬間ハッピー最高って感じなので、本当に一番最高の形で楽しみたいからこう手をつなぐっていうことをしますっていうことは言いたいです。はい、そして本題に戻って2つ目は、
まだまだ、まあ、LGBT って言葉って認知されてきたなとは思うんですけど、やっぱり日本の中でもまだ LGBT って言葉は聞くけど自分の周りには実際いないよねっていう方もいらっしゃると思うんです。多くの方が。だからこう手をつないで歩いてる女性2人を見てもまずあ LGBT とかレズビアンカップルっていう、こう想像まで飛ばないのかなって思います。あ友達ね終わりみたいな、なんか LGBT とかレズビアンはいるはずがないからレズビアンカップルだっていう想像もないのかなとかも思ったりもします。私たちってこういない存在みたいな感じで、だからまあそれはあんまりこうあんまポジティブな感じではないんですけど、まあそういう風にこう、まあ、LGBT なんていないとか思う方もいるだろうから、なんかレズビアンって気づかない場合もあるのかなみたいなことも思ったりもします。はい。で、3つ目に関しては、まあ、日本の文化ってこう正面からこう誰かを非難したりとか攻撃するっていうことがあまりないと思うんですよね。だからもし誰かがそのレズビアンカップルとかを見てなんか否定的な感情を持ったとしても、こう正面からわーっていうことってあまりないのかなと思っています。だから私自身も彼女と一緒にいてこうレズビアンカップルだろみたいな攻撃を受けたことは一切ないですね。なんかまあ一部の人はわかるかもしれないです。やっぱりこう私彼女といる時はもうメロメロでデレデレなので全然こんな感じではないです。こんな風にこう喋ってる感じじゃなくて、こう本当に2人だけの時はなんかもう本当にデレデレだから、多分見たら分かる人もいると思います。でも攻撃されたことは今まで一回もないです。はい。だからそういう文化もあるのかなと思います。正面からこうわーって人を攻撃しないみたいな。はい。まあ、でもし攻撃されたとしても私の場合、あこの私の隣の美しい女性を見てください、そしてあなたは自分を見直してください、そして出直してくださいっていうだけの話なので、まあって感じなんですけどちょっといけすかなかったかもしれません。今の私は気をつけます。でもなんかそんな感じです。はい。という感じで、日本で私は私の彼女と手をつなげるかっていう質問に答えてみました。皆さんも何か質問があればぜひぜひ何ですって質問を投げかけてくださいませ。そしてビデオをライクしていただくと私たちのやる気がすごく上がります。そしてビデオの登録もまだの方はぜひぜひこれからもいろいろお話ししていくので登録よろしくお願いします。それではまたすぐお会いしましょう。ありがとうございます。